EU 法、EU 法、A、ヨーロピアンユニオンローは、欧州連合加盟国内の法律と並行して執行される独自の法体系である。EU 法は加盟国の法体系に直接作用し、特に経済政策や社会政策においては、国内法を優先する。欧州連合という連合体は、連邦政府でも政府間機構でもない。欧州連合とは、国際法における、 新たな法秩序を構成する連合体である。EU 法は1951年以降、次第に発展を遂げてきたものである。同年パリ条約が調印され、6カ国からなる欧州石炭鉄鋼共同体が設立。その5年後には、同じ6カ国により欧州経済共同体が発足した。 2007年においては27加盟国のおよそ5億人の欧州連合の市民が EU 法のもとに支配されており、世界を見ても最も包括的な近代法体系の一つとなっている。EU 法には3つの柱構造と呼ばれるものがある。第1の柱は最も古くからあり、また最も重要なもので、経済や社会に関する権利や欧州連合の初期間の設立の根拠について、 定められているこの柱は欧州共同体条約ローマ条約1957年調印で設置されたものでありその後加盟国間で幾度かの修正が加えられている二つ目と三つ目の柱は欧州連合条約マーストリヒト条約1992年調印で導入されたものである二つ目の柱は欧州連合の共通外交 安全保障政策に関するものであり、三つ目の柱は、警察、刑事司法協力、以前は、司法、内務協力とされていたに関するものである。したがって正確に言うと、EC 法は第一の柱に、EU 法は三つすべての柱に関する法を指すもの、ある。当初、欧州共同体の機構間の主要な相互作用の方法は、諮問手続きであった。 指紋手続きを要する案件については、緊急を要する場合を除いて、閣僚を理事会、欧州連合理事会は、欧州議会が意見を採するまで待たなければならない。かつては案件を遅滞させることが、欧州議会に唯一与えられていた武器であった。欧州連合理事会と欧州委員会との三者の関係において、欧州議会の占める役割は、次第に大きくなっていった。 この過程において特に大きな出来事は次のものである。EC 法を確実に発達させたのは、欧州司法裁判所によるところが大きい。1963年のバンヘントロース社事件において、欧州司法裁判所は、ローマ条約に含まれる加盟国の意図を鑑みて、欧州共同体について、たとえ限定的な分野の利益であっても、 この利益のために加盟国の主権は限定されるものであり、欧州共同体はその利益を追求する、国際法の新たな法秩序を形成するものであと、判示している。EC 法と EU 法の違いは、欧州連合の基本条約の構造によるものである。欧州共同体は、欧州連合の三つの柱の一つであり、単一市場の社会、経済分野の基礎をなすものである。 第二の柱と第三の柱は共通安全保障、防衛政策と域内の治安に関するもので、マーストリヒト条約によって導入されが、第二と第三の柱に関する政策決定は、現在のところ多数決によるものではない。マーストリヒト条約では、第三の柱として、司法、内務協力を導入したが、これは後にアムステルダム条約によって、不法移民や詐称、 難民、民事司法協力に関する政策が第一の柱で、ある欧州共同体分のものとして移管されており、現在では、警察、刑事司法協力が、第三の柱となっている。従って、司法、内務協力は、欧州共同体と、警察、刑事司法協力の二つの柱にまたがる分野となっている。補完性原理、比例性原理、受験原理、 予防原理といった欧州連合の基本原理は EU 法の発達において特に注目されるものである。ケンブリッジ大学のキャサリン・バーナードなどによると、欧州連合の域内市場の内部における商品、サービス、資本、労働力という4つの自由が EU 法を形成するとされている。2006年コートジボワールでヨーロッパの船舶から有毒廃棄物が流出した事件を受けて、 欧州委員会は、有害廃棄物対策に関する法整備について、検討を始めた。環境問題担当委員のスタブロス・ディマスは、このような高度に有害な廃棄物の流出事件は、欧州連合から二度と起こしてはならないと表明した。スペインのように、有害廃棄物の輸送に対する財経に関する、規定を持たない国があることを受けて、司法、自由、安全担当委員のフランコ・フラッティには、 ディマスと共に、環境に対する罪創設を提唱した。新たな刑罰の創設に関する欧州委員会の権限については2005年に欧州司法裁判所において議論され、同裁判所はこれを認める判断を下している。このことは、欧州委員会という彫刻家的な機関が刑事法を制定し得るという例となった。従来は彫刻家機関が刑事法令を定めるといったことはなかったが、 基本条約に含まれる権限であると判事されたものである。他にこのような権限が認められた例には知的財産権に関する指令があったのみである。欧州議会ではこのような刑事法令の制定は欧州連合の権限を逸脱しているとして撤回を求める動議があったが多数決により否決された。EU 法において主要な法 条約は欧州連合の設立に関する諸条約である。これらの条約は欧州連合加盟国政府の総意に基づいて作成されたものであり、欧州連合の基本政策や機構、立法手続き、連合の権限を定めている。このような条約には以下のものがある。これらの条約には様々な付帯文書や議定書が付属されており、 同様に主要な方言となっている。2004年10月、加盟国の国家元首や首脳は欧州憲法条約に署名したが、加盟国の一部での批准反対の動きを受けて発行を断念。2007年6月には欧州憲法条約に代わる基本条約としてリスボン条約の作成で各国首脳が合意した。欧州委員会は行政を執行する機関である。 2007年1月以降、欧州委員会の委員は、加盟27カ国から1人ずつが務めており、すべての法案の作成や EU 法の調整を独占的に行うこととされている。また欧州連合の行政機関や日常業務を統括する。欧州委員会委員長は、欧州理事会が指名し、欧州議会の同意を受けて任命される。欧州連合理事会。 閣僚を理事会、あるいは単に理事会とも言うは、欧州議会と共に欧州連合の立法を担う機関である。理事会を構成するのは各国の閣僚であり、理事会はそれぞれの政策分野ごとに分かれて EU 法の審議や制定を担当する。例えば農業に関する法律は各国の農省で構成される、理事会で議論されることになる。欧州連合理事会は欧州理事会や 欧州連合の機関ではない欧州評議会と混同されがちであるが、同一のものではない。議長の任期は6ヶ月で加盟国の臨番性を取っているが、継続性の確保のために、当期の議長は前任と後任の議長と連携することになっている。欧州議会は加盟国の市民が直接選出する議員で構成される欧州連合唯一の機関である。5年ごとに選挙が、 欧州連合加盟国全体で数日にわたって実施され、立法を担当する議員を選出する。議員は出身国ではなく、それぞれの所属する政党に分かれており、議長は議員の中から個選で選ばれる。欧州議会、欧州委員会、欧州連合理事会は、欧州連合の枠組み内における事案についての立法権が基本条約により受験されている。 この立法権に基づいて、第二次法、基本条約に対する二次的な法令や規則、指令、決定、勧告、意見などを定めることができる。第二次法は、機構間の協定も含まれており、それぞれの権限や特に予算に関する問題を明確にしている。欧州議会、欧州委員会、欧州連合理事会は、このような取り決めを結ぶことができる。 それぞれの立法機関がどのような法規を定めるかについては三つの柱に対応して異なる。第一の柱に関する事案では、第二次法の制定については法令を遵守させる、対象や執行の形態によって決められ、規則や指令はその対象が全体に及ぶのに対して、決定は特定の対象、個人、企業、加盟国に限定される。規則は、 直接的な効果を持つ。すなわち、規則は国内法の一部として効力を持つ。これに対して、指令はその効力を持つために国内法の制定が必要とされるものである。加盟国が指令を国内法の一部として執行することを怠ったり拒んだりしたときは、欧州司法裁判所に提訴されることになる。指令と規則には最大限の調和の条項が混在しており、 自国、または他国の法令に効果を発する。すべての EU 法は特定の条約の条項に基づいておらねばならず、その条約の条文が第二次法の方言とされる。欧州憲法条約が発行していれば EU 法を法典化し、第二次法令を EU 法、連合枠組み法、決定、規則、勧告、意見の6つの類型に分けることになっていた。 欧州連合の立法手続きの主なものとしては次の三つのものがあり、それらは欧州議会が欧州連合理事会の立法過程にどのように関与するかで異なる。欧州司法裁判所と第一審裁判所は欧州連合の基本条約と第二次法の内容を解釈してそれぞれの法の意味を示す機関であり、ローマ条約第二百二十条によるとこの条約の解釈、 適用において法が遵守されていることを確保することが求められている。裁判所における法理でもって法は実効性を有するものとなり、欧州連合の諸機関や加盟国はそれらの法のもとに支配されることとなる。マーストリヒト条約が発行されてから、欧州司法裁判所は法に違反する、加盟国に対して罰金を科すことができるようにな、ローマ条約第228条。 同裁判所は、欧州連合において、法体系を定着させることに大きく寄与しており、法の解釈、適用についての同裁判所の姿勢はよく、目的論的であると言われる。欧州中央銀行は16カ国のユーロ圏の金融政策を司さどっている。欧州中央銀行は1998年に設立され、本店をドイツのフランクフルトに置いている。 欧州会計監査員は欧州連合の会計を監視する機関である。このほか地域委員会、経済社会評議会のような諮問機関がある。これらのほかに欧州理事会があるが、これは基本条約に定められた欧州連合の機関ではない。欧州理事会は各国の政府首脳と欧州委員会委員長で構成され年4回の会合を開催する。 議長はその時の欧州連合理事会議長国の首脳が務める。欧州司法裁判所においては加盟国の国内法、時には憲法でさえも EU 法の方が優越すれるという判決が下されている。EU 法と加盟国の法令が相反する状況では EU 法が優先され、国内法は適用されないことになっている。この原理は EU 法の優先と考えられているが、 これは欧州司法裁判所におけるイタリアの市民が電力会社を訴えた裁判で採用されたものである。原告のフラミニオ・コスタはエネルの株主であり、同社の国営化に反対していた。その抗議を表すために電気代の支払いを拒否し、その上で国営化は国家が市場を阻害するとしてローマ条約第8条、第87条に違反すると訴えていた。イタリア政府は この件について国内法で対処できるとして大した問題にならないと考えていた。欧州司法裁判所は市場原理の阻害に関する条約に違反するとしてイタリア政府を訴えることができるのは欧州委員会だけであるとしてイタリア政府を支持した。そのため一支人には欧州共同体の条約について争うことはできないとしてコスタに訴訟を提起する余地はないとした。 ところが、コスタが正当な手続きで加盟国政府が EC 法に反するという訴えを起することについては、法理として EC 法の優越が当てはまるため、加盟国内の裁判所で判断される前に、欧州司法裁判所は、イタリア政府と反対の見解を示した。つまり、国内法が EC 法に反しているにもかかわらず、そのことを訴えることができないというのならば、 EC 法は有効なものではないと判事した。日本語化薬 EC 法としてその性質を失うことなく、またその法的根拠に疑念がなければ、相反するような法律が国内法に存在していても、条約から派生した法律、独立した方言は、その特殊性のために無効になることはないという考え方に従うものである。しかし、EC 法が、 加盟国の国内法に優先するものとして各国に受け入れられている一方で法的紛争が生じるとき EU 法が国内法を無効にする根拠について欧州連合の初期間が示す解釈に関しては加盟国すべてが共有しているものではない。多くの加盟国の最高裁判所では EC 法が加盟国の憲法の基本的原則つまり欧州連合の初期間ではなく 加盟国、正確には加盟国の裁判所の最終的な判断を尊重するものである限りは EC 法は優位性を持つという判断を示している。これは加盟国が条約の主体であることを反映したものであり EU 法の有効性の根拠となっている。この他の事例では憲法に EC 法の優位性を記載している国がある。例えばアイルランド憲法では 欧州連合及びその諸共同体の一員であるための義務として国家が施行し採択した法令はこの憲法の条文により無効となることはないという条項が存在する EU 法は加盟国の法体系と同程度に広範囲の分野にわたるマーストリヒト条約第3条条約規則の規定は共に水平的に直接的効力を有するとされているこれはすなわち 詩人たる市民は相互に、これらの法令によって与えられる権利を行使し、また義務を負うことを意味する。例を挙げると、女性客室乗務員は雇用主である、航空会社を性差別で、訴訟提起することができる、ローマ条約第141条。この他欧州連合の法令の形態として、指令があるが、これは同様に直接的効力を持つが、垂直的なものである。 詩人は別の詩人を、指令に基づいて、訴訟を提起することはできない。指令は加盟国に対して発せられるものである。加盟国は、指令を国内で執行する際には、ある程度の翻訳、または置き換えの方法が認められており、大抵は、国内の立法手続きで法令化される。国内で法令化されて、初めて、市民は、指令を法律として扱うことができるが、 訴訟に関しては、政府が指令を正しく執行することを怠っていることについてのみを垂直的に提起し得る。例えば製造物責任に関する指令があり、これは消費者を害する危険で欠陥のある製品について企業に責任を負わせることを定めたものである。欧州連合の経済、社会政策の核となるものは四つの自由という考え方にある。 すなわち、商品、労働者、資本の移動の自由と開業の自由である。ローマ条約では、第三部第一編において、商品の移動に関する条項が規定されている。二つの世界大戦間の時期、また、世界恐慌にかけて、世界各国の政府は保護貿易政策を推し進めていた。輸入品、時には輸出品にかけられる関税の急激な上昇により、 各地で貿易港や経済成長が失速した。アダム・スミスやデイビッド・リカード以降の経済学者は長期の低迷と国際貿易に関する障壁や費用を排除することによって諸国民の富は強化されると唱えてきた。このような障壁を全て取り除くということがローマ条約の条文につながっている。同条約第28条には次のように規定されている。 日本語火薬輸入に関する量的規制及び同等の効果を有するすべての方策は加盟国間において禁止する。同じく第29条には輸出に関して同様の規定がされている。注目するべきは規制の禁止は加盟国間のみを対象にしていることである。機関の主要な業務の一つにアメリカや中国といった第三国との貿易政策の管理がある。 例えば、議論はあるが、共通農業政策では、第34条第1項の定めに基づいて、欧州の共通機関に、国内市場機関の強制的協調の権限が与えられている。次に、第30条に着目すると、商品の自由な移動に禁止に関する例外規定がなされている。日本語化薬第28条、第29条の規定は、両属。 公の秩序、または、公衆の安全人、動物、または、植物の健康及び、生命の保護、芸術的、歴史的及び考古学的価値を有する、国民財産の保護、もしくは工業及び商業上の財産の保護に基づく、正当自由による輸出入、または、商品の移動に関する禁止、または、制限を妨げない。ただし、禁止、 または規制措置は、恣意的な差別のための手段であったり、加盟国間の貿易に関する、偽装的な制限であってはならない。このため加盟国政府は、領族や公の秩序、公衆の安全、健康、文化、あるいは工業及び商業の財産が、障壁を完全に排除した場合に脅威にさらされるので、あれば、一定程度の障壁を残すことを正当化することが、できる。 近年の例ではイギリスでの狂牛病発生の際にフランスがイギリス産牛肉の輸入停止を実施したものがある。欧州連合における社会憲章はローマ条約第141条の下での男女の平等な待遇及び労働時間に関する指令の元での労働時間の制限に触れているマーストリヒト条約の一部で言及されている。最近の差別禁止に関する立法に 指令 2006-54EC があり、これは雇用や職業について男女の平等な機会と待遇の原則を実現するものである。ローマ条約の目的は共通市場の設立、また単一欧州議定書は域内市場の設立であることから、加盟国政府のこれらに対する取り組みを企業が市場を破壊することによって阻害されることがないようにすることは重要である。 このため諸条約には自由競争の促進が確保され、市場を共有し価格を固定化する企業連合や独占企業の出現を阻止するための対策が用意されている。欧州連合の競争法はアメリカの反トラスト法に極めて類似したものである。ローマ条約第81条1項では次の禁止条項が存在する。日本語化事業間の合意のすべて、 事業連合体の決定及び協定された取扱いであって、加盟国間における貿易に影響を与え、それらの目的、または効果として、共同市場内における競争を、そし、制限しまたは不公平な取扱いここで言う合意、決定、協定は、いわゆる、談合であり、ローマ条約第81条、第2項に従って無効であるが、同3項には、 市場の利益につながる談合に関する例外がある。日本語化薬ただし、第一項の規定は、次の場合に適用されない旨を宣言することができる。であって、商品の生産もしくは分配を改善し、または、技術革新もしくは経済発展を奨励し、同時に消費者に結果としての利益の分配に公平に、預からせるもので、かつ、次に該当しないものここで条文に出る。 アンダーテイキング、英語は原則として事業を指すが、また同時に取引を行う事業体のことも示している。ローマ条約第82条では市場において優越性を持つ巨大企業による不正とされる禁止行為について定めている。日本語火約一、または複数の事業が共同市場、またはその本質的部分において優越的地位を乱用することは、 加盟国間の貿易に適用する限りにおいて、共同市場と矛盾するものとして禁止する。道場では不正と判断される行為の分類を例示している。日本語火薬そのような乱用は、特に次の場合に推定する。ローマ条約第82条により、欧州委員会は、優越的地位や市場における圧力を悪用するような、大企業の行為を制限することができるだけではなく、 そもそも不正が行われる市場構造において企業に地位を与えることもできる。規則139-2004では共同体次元での合併に対処し手続きを経た上で欧州委員会の承認を受けた企業間で統合、合併、取得、支配を行うことができる。公共部門産業、つまり公共サービスを事業とする産業は競争法に関して 多くの点で民間企業と同じような扱いを受ける。EC 法では、ローマ条約第86条と第87条に公共部門のサービスの実施を保障する例外条項がある。鉄道や通信、電力、ガス、水道、報道といった多くの産業ではそれらの特性に合わせて独立した制限が定められている。このような政府系機関は民間企業が 公共サービスに関して社会福祉にかなうよう事業を行うことを義務としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。